サターン・アイ、サターン・アイ、英語ではサターン・ワンと発音される。日本ではサターン・一型、サターン・一型、ロケットと呼ばれるのが一般的であるわ。アメリカ合衆国が特に地球周回軌道に衛星を乗せる行を目的に開発した初めてのロケット、宇宙専用機である。第一弾は、新規に大きなエンジンを開発するのではなく、すでに完成されている小さいロケットエンジンを、 組み合わせることによって大水力を発生させていることが特徴である。このクラスター方式は技術の停滞だと批判されたこともあったが、サターンはこの方式がより手堅くて融通の利くものであることを実証してみせた。サターン I はもともとは1960年代において全世界を射程圏内に収める軍用ミサイルとなるべきはずのものであったが、実際には10機のみが、 より強力な第2弾ロケットを搭載したサターン IB が登場るまでの短期間アメリカ航空宇宙局によって使用されただけだった。サターン計画はアメリカ国防総省から出された通信その他を目的とした次世代の衛星を軌道に乗せるためのより大きなペイロード搭載能力を持つロケットを開発せよという要請に応えためのいくつかの案の中の一つとしてスタートした。 この要請書は当時は非公式の存在だった国防高等研究計画局が作成したもので具体的には能力が求められていた既存のロケットでは1 4 0 0ラムの衛星までしか第一宇宙速度に到達させることはできなかったが新しい強力な上段ロケットを搭載すればその能力は4 5 0 0ラムにまで拡張できる可能性があった いずれにしても1961年から1962年初頭の段階ではそのような上段ロケットは準備されておらず未だ要請に応えられるような状態ではなかった。そんな中で当時陸軍弾道ミサイル局に在籍していたウェルナー・フォン・ブラウン博士が率いる研究者チームは1957年4月に国防総省の要請に対する研究を開始した。 彼らの計算によると必要とされる第一弾ロケットの水力は発射時において約 6700kN であった。空軍はすでにその線に沿って研究を開始しており、後にそれはサターン V の一弾目に使用される回マイナス1、エンジンとなって実現されることになるが、それでは国防総省が要請した期限にはとても間に合わせない。そのためブラウン博士らは 出力を 4500kN にまで落として、新型エンジンの実現の可能性を模索した。もう一つの可能性として、当時すでに、ロケットダイン社が開発していた、水力36万から38万ポンド、163から171トンを発揮する E-1 エンジンを4機束ねるという方法、クラスター方式があった。この方式ならば、新規にエンジンを開発することなく、 国防総省の要望に応えることができる。燃料タンクもすでにあるジュピター IRBM の周囲を8本のレッドストーン SRBM で取り囲むという形にすことで開発の時間を省略する。こちらの案の方がより望ましいと考えられたので、1957年12月、ブラウン博士はミサイル及び宇宙機に関する国家統合計画という題名、単に スーパージュピターと呼ばれる方がよく知られているで、この方式の概要を国防高等研究計画局に提出した。この報告に基づき、クラスター方式の第1弾の上に、アトラスかタイタンアイのどちらかの第2弾を搭載するなどの、いくつかの提案がなされたが、当時はアトラスの生産の方が最優先事項であり、流用できる機体は少なかったため、弾道ミサイル局は、 タイパンの方が望ましいと考えた。1958年2月に国防高等研究計画局が公的な機関になり、ブラウン博士の提案に対して1点だけ変更の要望が出された。新型ロケットの開発を速やかに実行段階に移らせるために、エンジンは完成後間もない E-1 ではなく、信頼性の高い他のものを使用することである。 弾道ミサイル局は E-1 エンジン4機の代わりにジュピターや総 IRBM に使用されている S3D を改良した -1 エンジンを8機搭載することでこの要望に速やかに応えた。この変更により開発費は600万ドル、期間は2年間縮小できると見積もられた。ブラウン博士は以前に宇宙計画に使用された。 レッドストーン及びジュピターミサイルをそれぞれジュノー1及びジュノー2と命名し、今回の多段式ロケットに関する提案をジュノー3、ジュノー4と呼んでいたので、必然的に H-1 エンジンに変更されたものはジュノー5と呼ばれることになった。最終的に1958年から1963年までの間にかかった開発費は、 総額で8億5000万ドル2007年の貨幣価値に換算すると約56億ドルに上った。提案の内容に満足した国防合同研究計画局は計画を実行段階に移すよう指示した。1958年8月15日の日付が記された14から59番指令書の中ではこの計画の目的は以下のように記されている。 既存のロケットエンジンを組み合わせることにより、約150万ポンド （2,38 トン）の水力を持つロケットを開発せよ。なお、本計画の直接の目的は、1959年の終わりまでに巨大ロケットを発射して国威を発揚することにある。続く1958年9月11日には、ロケットダイ社が H-1 エンジンに関する作業の契約を。 獲得した。9月23日には、国防高等研究計画局と、陸軍造兵局ミサイル司令部は計画の範囲を拡張し、国威の発用に加え、中略この計画は、1960年9月頃までに、推進飛行試験を準備する段階にまで拡張するべきであるということに、ここに至って合意する。という内容の追加の合意書を作成した。 さらにまた、彼らは、陸軍弾道ミサイル局に対し、より小型の3種類のロケットを開発することを要請した。ブラウン博士は、このデザインは、他の推進システムにとって、優秀なテストモデルになるかもしれないと感じ、大きな望みを抱いていた。彼は、ジュノー後の使用法について、宇宙兵器の研究、開発のための運搬手段というアウトラインを描いていた。 宇宙の軍事利用については、すでに各軍事機関によって様々な構想が出されていた。例えば広報衛星、海軍、偵察、通信、気象衛星、陸、空軍、あるいは空軍の有人実験飛行や陸軍の 6400km 以上の長距離における兵舘のサポートなどである。ブラウン博士はまた、ジュノー・ゴーカレの構想する、有人月飛行計画、 ホライゾンにおいて、月飛行のための基地として使用することも提案していた。15機のジュノーを使用して9万キログラム以上もの基地を地球周回軌道上に建設し、そこから月に向かうというものである。またこの時点において、この計画の名称にはユピテル、木星の次に来るものとして、サターン、土星も並行的に使用されていた。 国防高等研究計画局は、ある初期の文書で、史上初の旅客機であり、航空業界で現在でも息長く使用されている、ダグラス DC-3 のように、サターンは、史上初の真の宇宙機になるだろうと述べていい。1959年2月には、この計画の名称は公式に、サターンと変更された。1958年7月29日、 混在する重量級ロケットの開発計画を将来に向けて一本化するために NASA が組織された。その時点で陸軍はサターン、空軍は宇宙発射システムというそれぞれ異なる計画を持っていた。SLS は様々な発射形態や搭載物重量に応えるために固体燃料式のブースターや液体酸素、液体水素を燃料とする上段ロットといった 共通のモジュールを組み合わせて使用するというものである。それぞれのグループは、また独自の有人月飛行計画を進めており、陸軍弾道ミサイル局のホライゾン計画は、地球周回軌道、デブー方式によって、巨大な月ロケットを建設するというものであり、空軍のルネックス計画は、SLS 方式によって、最大級のロケットを作り、一気に月まで行ってしまおう、というものであった。 これに対して NASA の技術者たちが独自に計画していたのは NOVA という巨大ロケットを使って直接月まで行くというもので空軍の構想と同じものであった。そこでこれらの混在する計画を比較検討するための委員会が立ち上げられ、ホン・ブラウン博士が議長に任命され、どれが最も適切な方法であるのかを検討し、報告するよう要請された。 これを受け7月18日に提出された報告書は冒頭でアメリカの宇宙計画がそれまでいかに存在に扱われてきたのかを批判しソ連の宇宙計画は明らかにアメリカより先んじているということを適していた。報告書はまた一初期のヴァンガードから始まり二重のサンアトラスやタイタンなどの大陸間弾道弾。 4サターンのようなクラスター式ロケット、そして究極的には5回マイナス1エンジンを組み合わせて600万ポンド、2718トン、モノ水力を発揮する機体へと続く、ロケットの開発に関する過去から将来への5つの世代の構想を描いていた。さらにそれらのロケットが使用可能になった段階で、1961年までに4人が滞在できる。 小型宇宙ステーションを建設し、2965年から66年までに、クラスター式ロケットを使用して、人間を月面に達させ、3967年までに50人が滞在できる大型宇宙ステーションを建設し、4972年までに大型ロケットを使用して、より大掛かりな月面探査を実行し、5973年から74年にかけて、 高級的な月面基地を建設し、六千九百七十七年までに、有人惑星間宇宙船を発進させるという、今後の有人宇宙計画の概略も示していた。十二月には、陸、海空軍すべてのグループが出席して、各々の,の,の計画案について報告した。翌年一月六日に、NASA はその中から、特に、ブラウン博士の案を強く推薦し、1月の終わりには、 開発計画の概略案を完成させた。その中では、ジュノ・ゴやヌバと同様、ベガロケットとセントールロケットを上段に使用することが予定されていた。ベガは NASA がデザインしたものにおよそ匹敵する性能を持っていたが、後に上段ロケットのアジェナに関する秘密が漏えいしたことに絡んでキャンセルされた。サターンの開発計画は順調に行われているように見えた。 H-1 ロケットが陸軍弾道ミサイル局に到着したのは1959年4月のことで燃焼試験は5月に行われた。ケープカナベラル空軍基地の第34発射台が建設されるのはこの年の6月のことであった。1959年6月9日、国防総省調査技術局長官のハーバートヨークは突如として サターン計画の中止を表明した。誰も予期しないことであった。後に彼はその理由について、この計画には国防高等研究計画局が実際に計画を進行させるよりも多くの予算が使われているという懸念があり、また既存の大陸間弾道弾を改良した方が、より短期間に要求される能力を持つロケットを開発できると考えられたからだ。 と説明している。これに対し陸軍弾道ミサイル局長官のジョンビーメダリスは、この時私の鼻には何か生臭いものが感じられてならなかった。私は両犬を放つように我々の身の回りで何が起きているのか、そして我々は誰と競合すべきなのかを慎重に見極めようとしていい。そして我々は空軍が我々の知らないところでサターンとは 完全に異なる新型ロケットの提案をしていたことを知った。それは、タイタンロケットのエンジンを一段目ロケットが離陸するのに必要な水力が得られるまで性能を向上させ、複数組み合わせることにより、ダイナソアロケットのエンジンとして使用するというものであった。このロケットは、スーパータイタンあるいはタイタン C などと命名されていた。 この計画は特に急がれていたものではなかったが、しかしながら、このタイタン C を2段あるいは3段ロケットにしてしまった方が、我々がすでに何ヶ月もかけて作業している、サターンよりも、よほど早く発射できるのではないかというクレームが寄せられた。この当時はコストよりも、日程の方が、よほど重視されていて、そしてそれは悪く言えば、プロパガンダとして利用されていたのだ。 と証言している。この突然のキャンセルに対し、国防総省と国防高等研究計画局のメンバーたちは、独自に覚書を提出して対抗した。だがこの時、陸軍と NASA は、新型ロケットに関する、いかなる必要条件も持ってはいなかった。1959年9月16日から18日に、かけて会合が持たれ、ヨークとドライデンは、サターンの将来について、 最長を行い、タイタンシートの場の役割についても議論した。結果は意外なもので、ヨークは中止を延期し、短期間ながら資金の援助を継続することに同意した。しかしながら、同時に NASA は陸軍弾道ミサイル局のメンバーを引き継ぎ、国防総省の援助なしに開発を継続することにも同意した。三軍の協力を得られなければ、開発計画そのものが、 危機に瀕してしまうのではないかというのが NASA の懸念であった。会合は次の週にも継続して行われ、その結果新たな合意が引き出された。サターンの開発は弾道ミサイル局のフォン・ブラウンのチームが主導して開発を継続することと全体の機構は NASA の指揮下に置かれるということである。1960年3月15日には弾道ミサイル局は マーシャル宇宙飛行センターと名称を改め NASA の下部組織に位置付けられた。1959年7月、国防合同研究計画局から上段ロケットに関する新たな要求が出された。2段目ロケットのエンジンに液体酸素と液体水素を使用する水力2万ポンド9トンのより強力なエンジン使用し、第3段ロケットのエンジンには セントールロケットに使用されているより高性能化されたものを使用せよというものである。この変更についてメダリスは以下のように述べている。我々は財政に関わる四つの問題点を指摘し、そしてそれは受け入れられるところとなった。第二弾を製作するにあたり、我々はそのロケットの直径をタイタンの一段目と同じ120インチに合わせなければならない。ところで、 ロケットのタンクなどの主要な構造物を組み立てる際、その作業をするための工場にかかる設備費は多くの場合、ロケットの直径によって左右される。長さはそれほど問題にはならない。我々が指摘した四つの問題点とは、一燃料タンクを機体内部でどのように分割するのか、二内部構造をどのように補強するのか、三大水力のロケットエンジンを機体底部にどのようにして、 取り付けるのか、四直径の違うロケットを、どのようにして接合させるのか、という点であったが、これらのことは、技術的にはさほど問題があるわけではなかった。それよりも問題なのは直径を変更するということで、それが設備、コスト、時間についての最も主要な問いになると考えられた。その後また突然、第二弾に関する作業を一時中止せよとの指令が出た。 晴点の壁靂であった。この計画全体にかかる費用と時間を見直し、なおかつ第二弾の直径を160インチに拡大せよというのである。この指令には、ヨーク博士が関わっていたようで、彼は先にタイタンの一段目と同じ120インチに合わせよという指示を出しておながら、それとは全く矛盾するダイナソアロケットの将来的な需要を強調したそうである。彼はまた、 サターンのデザインを空軍が計画するものに変更することが可能であるかどうかという質まで提出してきた。我々は衝撃を受け、呆然としたが、こんなことは日常茶飯事だった。12月には NASA 空軍国防高等研究計画局、陸軍弾道ミサイル局そして国防総省から出向してきたメンバーたちはシルバースタイン委員会の管轄下に置かれた。 その中で、フォン・ブラウン博士は、冗談ロケットには、液体酸素、液体水素を燃料とするロケットを使用するべきだと主張し、委員会は当初は不安視していたものの、やがて、ブラウン博士に説得されるところとなった。ひとたびこの変更がなされると、NASA の計画は、ようやく軍の干渉から完全に自由になった。委員会は、ロケットの形態についていくつかの異なる案を提示し、 研究者たちを大まかに三つのグループに分け、それぞれの案を担当させた。A グループが担当したのは、以前に提出された、サターンのデザインと内容は同じで、最もリスクが低いものである。その中で、さらに、タイタンロケットを第一弾、セントールロケットを第二弾に使用するものを A-1、第一弾をタイタン以外のロケットのクラスター方式にするものを A-2 と呼んだ。 B-2 のデザインは、前期の A-2 で、第1弾に4基の H-1 ロケットを使用する、ものである。最後に、上段ロケットのエンジンに、液酸、液水ロケットを使用する C 型ロケットの案が3種類、あった。そのうち C-1 のモデルは、すでにある SI を第1弾に使用し、第2弾には、水力15000から20、0ポンド、6.8から9.0トン。 第3弾には、セントールのエンジンを2機搭載し、今日では、SV という名で知られるロケットを乗せるというものである。C-2 のモデルは、第1弾に、水力15万から200、0ポンド、68から90トン、のエンジン2機を搭載した新型ロケット SE を、使用、第2弾に、S4、または、SV を使用するものである。最後に、 C-3 のモデルは第1弾に SEE と同じエンジンに4機を搭載した SE ロケットを使用し、第2弾には SEE または S4 を使用するというものでや、C 案は A 及び B 案に比べ相互に交換が可能であるという点や、様々なペイロードに対する要求に応えることができるという点で、より優れていると考えられるようになった。 皮肉にも蒸気の多数のデザインの中で S4 だけは委員会の報告に描かれてはいなかった。開発のスケジュールを合わせるために第2弾にはセントールのエンジンを6機搭載した新 S4 ロケットが使用されることになった。性能的には原案の出力を向上させたエンジンを4機搭載したものとほぼ同じであった。なお、ロケットというのは小さいエンジンを多数搭載するよりも 大きいエンジンを少なく搭載した方がより、能率的で信頼性は高まるものである。このため、後には、より高性能な J-2 エンジンを1機だけ搭載した s イブブロケットが開発されることになった。s イブブは、後にアポロ宇宙船を打ち上げるなど、計り知れないほど重要な役割を果たすことになる。タイタン C は結局実現されることはなく、空軍は代わりに、 固体燃料補助ロケットを搭載して水力を増強したタイタン E を開発した。さらにそれを改良したタイタン E は国防総省によって長く使われ続けることになった。タイタン E はサターン IB とほぼ同じ打ち上げ能力を持ちながら製作や発射にかかる費用はサターン IB よりも安いのである。しかも有人月飛行計画のためだけに設計された サターンに比べ、タイタン EE は多様な衛星を搭載できる柔軟性を持っていた。この柔軟性という点を考慮に入れると、上記のサターンに関する様々な計画案は次々と脱落していき、最終的に SV の形を変えたサターン V だけが生き残ることになった。サターン I で打ち上げられた主な搭載物は、アポロ宇宙船の実物大模型だったが、X-20 ダイナソアや、 月飛行計画のためのジェミニ宇宙船を打ち上げることが検討されたこともあった。SI は HI エンジンを8機搭載している。本体はジュピターロケットのタンクの周囲を8本のレッドストーン用のタンクが取り囲むという形で構成されており、中央のジュピターのタンクには液体酸素が搭載され、外周のレッドストーンのタンクのうち白く塗られたものは液体酸素 黒く塗られたものはケロシンが搭載される。エンジン8機のうち中央の4機は固定されており、周囲の4機はジンバル、首振り機構を持っていて、ロケットの軌道を制御する。また底部には姿勢を安定させるための翼も8枚搭載されている。S4 は6機の RL-10 エンジンを搭載した大型ロケットで、それぞれのエンジンはジンバル機構を備えている。 液体酸素と液体水素のタンクは直接仕切られており、これによって約10トンの重量を削減している。サターン I の第一期生産型アポロ SA-1 から SA-4 まででは自動制御装置は第一弾 SI の上部に設置されており、姿勢安定装置にはレッドストーンにも搭載されていた ST-90 が使用されていた。 初期の4回の飛行では弾道飛行が行われ地球周回軌道には乗らなかった。また第2弾にはジュピターロケットの先端部分がダミーとして搭載され第1弾と分離することはできなかった。続く第2期生産型アポロ SA-5 から A-105 まででは2種類の上段ロケットが搭載され地球周回軌道に到達した。 最初の SA-5 では自動制御装置は S4 の上部に独立して搭載された。初期型は直径 3900mm、高さ 1500mm で、設計と製作はマーシャル宇宙飛行センターによって行われ、後方、データの操縦信、軌道の追跡、電源などの装置が円筒の中に放射状に区画された機密容器の中に設置されていた。この装置は SA-5 から SA-7 まで使用され、続く A-103 から A-105 では、直径は同じながら高さを 860mm に縮小し、機密容器の代わりに、円周の内壁に装置を取り付けて、重量を削減した改良型が使用された。後方コンピューターには、IBM 製の SC-15 が使用されていた。自動制御装置の役割は、 文字通りロケットの飛行を自動的に制御することであるが同時に後の飛行に役立てるために地上にデーを送信する装置も搭載されていた。ST-90 姿勢安定装置は SA-5 と SA-6 の第一弾に使用された能動的制御装置で ST-124 は SA-6 以降のミッションで継続して使用されることになるロケットにかかる加速度や ロケットの姿勢を計測する装置であった。自動制御装置には発射前に機器を揃えるための光学用窓が設置されていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。